はい、こんにちは皆さん、スプレアートエノベレちゃんです。このチャンネルへようこそ。こんにちはみんな、元気？今日の企画はですね、キャップラーメン、日清のキャップラーメンを食べてみて、どれが一番好きっていう動画。私はラーメンが何回も食べたことあるけど、そこまではファンではない。特にキャップラーメンは日清のシーフードしか食べたことがない。他のは食べたことがないから、今日ね食べてみたいと思います。まずカレーラーメン、これちょっとよく読めないけど、お茶の漢字が入ってるでしょ。お茶チリが入ってるから、これを買おうと思った。チリトマトっていうことで、この3つをね食べてみたいと思います。OK です。もう3分経ちました。これね、カレー、お茶のあれの見た目、これは一番いい匂いだし、辛もいいし、見た目もすごいいい。いただきます。好きじゃない、このカレー。二度と食べない。好きじゃない、カレーそのままじゃん。お茶のやついきます。これ美味しいね。美味しい、お茶のラーメン美味しい。美味しい美味しい。まずいと思ったけど本当に美味しいよ。なんか味が優しい。これ絶対美味しいよ。多分赤だから食べたいよね。え、美味しいけど全然辛くない。チリが入ってないでしょ。絶対入ってない。本当に入ってないよ。これトマトだけだよ。ああちょっとがっかり。これ多分今薄いと思ったからで食べたら美味しい。これ一番美味しいだと思う、私のね。でこれは2番。これなんかうーんって感じ。なんか微妙、食べれる、普通に食べれるよ、けどなんかうーんすごい美味しいと思わない。でこれは絶対も食べない、絶対も食べない。これは食べたことある？まあ、皆さんもよかったらぜひコメントしてください。あと面白いと思ったらチャンネル登録と高評価もお願いします。よろしくお願いします。じゃあまた。アディオスアミゴス。アディオス。